元メンバー2000年にギタリストのダンカンロイドを中心に結成。2003年にフロントマンのポール・スミスが加入。2004年3月頃にメンバーの友人の出資による自主制作7インチシングルグラフィティー・ゴーイング・ミッシングを発表。その後も7インチシングルザ・コースト・イズ・オール・ウェイズ・チェンジング・ザ・ナイト・アイ・ロスト・マイ・ヘッドを発表しワープレコーズと契約。 2005年5月16日、ファーストアルバム、ア・サートゥーン・トリガーを発売。全英15位を記録し、マーキュリー賞にもノミネートされる。同年のフジロックフェスティバルに出演。2007年4月2日、セカンドアルバム、アワー・アースリー・プレジャーズを発売。全英2位を記録し、ゴールドディスクを獲得。同年のサマーソニックにダンスステージのヘッドライナーとして出演。 2009年5月11日、サードアルバム、クイックンザ・ハートを発売。全英6位を記録。同年のフジロックフェスティバルに出演。2012年6月11日、フォースアルバム、ザ・ナショナル・ヘルスを発売。全英13位を記録。2014年2月3日、フィフスアルバム、トゥ・マッチ・インフォメーションを発売。全英7位を記録。 セルフプロデュースで地元のニューカッスルとサンダーランドで制作された。2017年4月21日、シックススアルバム、リスクトゥエグジストを発売。クイックンザ・ハートツアー以来、長らくライブで演奏していなかったアーチスティックが、脱退したことを、バンドのツイッターで正式に発表した。翌2018年には、ルーカス・ウーラーの脱退も発表され、 2019年1月のライブをもって脱退した。2021年2月26日、セブンスアルバム、Nature a l l イ a ウィ Win を発売。全員 A2 位を記録。トップ5入りは14年ぶり。キューバの首都ハバナに実在する歴史ある公園の名前に由来する。この公園は、ドミニカ共和国出身のキューバの独立革命指導者、マキシモ・ゴメスを称えたもの。 ありがとうございます。